はい、どうもドライトです。さあ、ということで今回は統合版マインクラフトのマーケットプレイスの無料マップアルテミスロケットビルドをやっていきます。こちらはエデュケーションマップで教育系のマップです。簡単に説明するとロケット作りのマップです。なんと NASA と共同で制作されたワクワクの教育マップです。宇宙に興味がある方はぜひやってみてください。しかも日本語に翻訳されているので安心してください。とても勉強になるマップです。こちらのマップは先週の水曜日にすでに配信されていましたが、アップデ情報が多かったので紹介するのを遅れてしまいました。申し訳ございません。無料ですので今からでもやってみてください。そしてこちらはシングルプレイ専用マップです。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、まずはインストラクターに話を聞けばいいのかな。はい、はいはい、日本語なんですごくわかりやすいですね。はい、ほうほうほう、ちょっと読むのがめんどくさいな。めちゃめちゃ字が多い全部読めないのか。これはもう個人的にね、皆さんでやってみてください。もう適当に流していきます。私はこういう人たちに話すといろいろなんかあるのかな。あー、なるほどね。ディレクターです。私は NASA を1号と呼ばれる、最初の飛行テストで、ほう、あ、そういうのあるんですね。まあ、こういった自己紹介とか、なんかよくわかんない液体推進剤、燃料、ロケットに、ああ、すごいな。こういうのを習えるんで、こういうとこもちょこちょこ見た方がいいですね。自分はもう先行きます。お、入った。さあ、ということで授業を受けましょう。レッスン1、アルテミスの紹介。はいはい、アルテミスの A ロケットの組み立て。組み立てですね、とりあえず。はい。NASA は企業、他の企業から国々と協力して、あ、一応 NASA の説明みたいな感じですね。はい。で、発見と、まあ、発見こういう感じで、経済もこんな感じでありますよと。で、思想。結構短いんで分かりやすいんじゃないですかね。着想か。着想ね。で、こんな感じで学びましょうということです。で、あ、次の扉が開きました。ということで、レッスン2に行くと。これはちょっと長くなりそうですね。あと、なんか、あと2つぐらいあるのかな。めちゃめちゃありそう。ちょっとこの辺は飛ばしますか。もう多分、このロケットのことばっかり聞かれると思うんで、ここはね、実際にやってみてください。まあ、無料なんでね、簡単に見れると思いますんで。はい、皆さんもぜひやってみてください。めちゃめちゃあるな。こんなのすごそう。ということで、ここはカットします。これで全部終わったかな。はい、ということでやっていきましょう。まあここの人もいろいろ聞いてみてください。アニメーターとイラストレーター、こんなもんあんだね。あ、プレゼンするためとかそういう感じでアニメーターがいると。ちょっと映像として見せるためにアニメーターがいるっていう感じですね。なるほど。で、エレベーターに乗ります。じゃあこれでポチッと押したらもう次の階に行くと。はい、ということで、サテライトって書いてますね。サテライトで使用の予算が、50しか使えない。ここで組み合わせですね。必要なロケットのパーツを選択できます。各パーツには異なる値が設置されています。完了したらテストボタンを押してシミュレーションを実行しましょう。ということで、まずはシミュレーションをしてテストをして、そこに行けるかっていうのをやるためにやる感じかな。で、ヒントとかは特にないのかな。特にヒントはなしか。まあ予算内にやっていけばいいってことよね。一番安いやつでいいかな。高いね。安いやつにしよう。一番安くて69、これかな。じゃあ一番安いやつやっていこうか。これでいけるかな。あんまりパワーないけど大丈夫かな。まあ予算がないからね。これでいこう。テスト飛行。お、どうだ。あー、飛んでない。どういうことだこれは。何が足りない。ロケットの推進力を上げてください。まあ、こうやって調整すればいいってことですね。推進力はどれ。これはダメだね。推進力はこれのことかな。爆発力ってこと。これで、これ一回やってみようか。ちょっとパワーアップしました、予算を。はい。
これでどうだ、いけるか。お、いった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 。お、いった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 。バッチグーや。こうやって調整していけばいいんですね。推進力が足りなかったんで上げたんで、これでどうにかなりました。よーし、これで宇宙に飛び立てるけど、これはなんだ、これは、上段の格納庫へようこそ。ここは、上段に、上段を好きなように設置。まあ、コックピットを、なんか、コックピットやろね、多分。それをよくしようっていう感じかな。コックピットのところに、あ、いろいろ取り付けられるってことか。あー、なんでもいいですよね。壊せる。あ、壊すこともできる。ここにドアつけちゃおうか。こんなんできちゃうんだ。で、中をちょっとくり抜いたりとかして、まあ、こんな感じでできるけど、これいいの？こんなドアとかで。ちょっと開けてみようか。あー、かわいそうだからな。窓ガラスぐらいつけてあげようか。待って、ピンクにしよう。ピンク、ピンク。ピンクにしたりとか。なんかすっげえ嫌だな、これ。まあこんな感じで、まあいろいろできますよって感じですね。じゃあまあまあまあ、ここは、星草でも上に置いとくか、とか。まあこういう風にちょっとビルドができると。上段のところを。で、これでやってみようか、一回。これで完了にしたらどうかな。でも素晴らしい出来前なんだって、あれ。謎すぎるでしょ。おー、いいね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 。お、いいんじゃない？で、あ、なくなった。ドアなくなったやん。ドアなくなった。消えたドア。次は。あ、ペイントですね。はい。スプレー缶使って色をつけましょう。もう大きくして全部ピンクにしちゃおうか。あ、紫ね。紫にしちゃおう。で、右、違うわ。あるんだ。あ、これか。スプレー持って、あ、これだよね。右クリックで、色を変えていくと。あ、いいね、いいね、いいね。こんな感じで色を変えて、あ、全部いけるね。どこまでいけるんだろう。やっぱコンクリートだけかな？すごいな。え、これ離れてもできんの？あ、離れてもいけるんだ。すげえ。おー。すごい当たるね。うわあ。よし、これでいいでしょ。あ、落ちた落ちた。これで完成と。バッチグーやな。で、インストラクター行きましょう。で、これで完了。これで、ロケット発射ができるわけかな。おー、いったいったいった。紫やな。めっちゃ紫やね。でもドアがなくなったんだよな。もったいない。ドアなくなるとは思わんかった。おー、これが宇宙です。宇宙に行きますよ。今から私のロケットが宇宙へ行きます。さあ、どうなんでしょうか。まあ一応あのテストではちゃんとしてたんで、もちろん行けます。うん、色がおかしいよ。天候よし、湿度よし、風よしか。そういうことやね。で、夜になったらスタート、月へ行きましょう。でも最初は地球の周りを回ってたからちょっと違う。おっと、これで点火。お、で冷やして。おお、すごいすごいすごい。行く行く行く、行ったぞ行ったぞ。俺の飛行機が行った。飛行機じゃねえわ、ロケットが行ったぞ。おー、月へ行きますね。おー、行きますね。よし、インストラクターやりましたよ。私うまく衛星を軌道に乗せましたね。これで月へ向かって飛行する宇宙船との通信が可能になりました。次のステップは月に、貨物を送るためのロケットを作る。ああ、物をね。今度は物を送ろうって感じか。レッスン、また同じかな。レッスン受けても、
同じレッスンだったら意味ないよな。あー、同じレッスンやね。ならいいか。じゃあロケときましょう。お、今度予算が上がってる。よし、じゃあええやつ作れるね。うん、ここは変わりないね。じゃあもうめちゃめちゃいいやつにしてあげましょう。これが一番いいんだろう。やっぱ一番ええやつにしよう。これ。おお、いいね。めっちゃスピードあるよ。もうそれは豪華にいかないとね。あー、これ以上ダメか。燃料をこれぐらいにしといて。これ何がいいかな。おお、いろいろあるね。あ、ええやん。クリーパーにしちゃおう。よし。じゃあこれでいってみるか。クリーパー頭でいきましょう。テスト。いきます。どうだ、足りるかな。うわー、逆に飛びすぎてんな。これは多分推進力が、じゃないかな。燃料がないんだ。燃料がないのと、ロケットよりだと、5が高すぎるので、なるほど。燃料を下げるの、燃料を上げる。ここの燃料を上げるのと、ここまでか。多分これが強すぎるんだ。じゃあ、こうかな。これいいんじゃない？これいけるでしょ。ええ感じ、予算内やし。クリーパー頭でいきたいよね。あれ、飛びすぎる。まだ飛びすぎるか。難しいね。逆に飛びすぎるとかあるんだ。ロケットのデルタ V が高すぎます。目的地。ロケットの質量。あ、これはクリーパーの頭そのままがいいんだよな。こういうことかな。これってみよう。頼むよ。予算内で成長。あ、まだ行く。難しいな、これ。やっぱクリーパー。2位じゃないといけないんだ。これか？これで行ってみるか。どうだ、予算内。お、行った。おー、クリーパーがダメだったんだ。これで荷物を持っていけますよということですね。はい。よし。あ、ドアが落とされてる。おい、ドアダメなんだ。しゃあないな。クリーパー頭が良かったんやけどな。ダメみたいです。何しようかな。てっぺんに、何つけようかな。もう蜂の巣のブロックで。8ブロックか。8ブロックでもコーティングしちゃいましょう、もう。いいですね、コーティング。おー、いいじゃん。もうね、これペタってつけるからね。もう別にこれしなくてもいいんだけど、まあ一応ね。もう完璧だね、これで。よし。じゃあ行きましょう。さあ行くぜ。完了。出来は良い？マジで。でん。さあ行くよ。下の方は大丈夫。上も大丈夫。一番、お、いいね。これペタってくっつくよ。よかった。いいじゃん。次は色か。もう色変えなくてもいいんだけどな。まあ一応緑にしとくか。赤だ。赤になった。あれ。よし。まあ赤にしてあげましょう。じゃあ行きましょう。もういいんだけどね、この辺。ロケット、次からいっか。次から外そう、もう。よし、行きましょう。ロケット発射します。さあ。忙しいね、みんな。頑張って。お忙しい。ロケット発射で忙しいね。ここは一緒なんだよね。さあ飛ぶよ、俺のロケット。お、いいじゃん、日の丸ロケット。お、いいね。風よし、温度よし、天候よし、いつでも準備 OK。 さあ、いつも夜なんだよな。夜行きますよ。夜に行きます。おい、夜行きます。この辺は変わりなし。さあ点火、そして増やしてからの
ケットがすごい大迫力だね。まあこんなもんなんやろね、うん、すげえ中途半端な色まあ自分で作ったんやけどね、色は。おお、行った。今月まで行って、月に貨物を置いていきますという感じですね。さあ内容は、お、素晴らしい、これで全てをカバーしました。私たちのロケット計画ついに全て学んだ。おお、着陸地点を調べるために月に宇宙船を送りました。はい。お、次は人間、人を送ります。貨物とは違い、いろんなものがね。そうね、確かに。なるほど、こういうものをね、どんどん持っていく必要あると。じゃあ行きましょう。予算もね、いっぱいもらえるでしょう。おー、オッケーオッケー、予算もらえた。多分これは3じゃないとダメとかやないかな。もうこれですね、完全にこれだ。人を乗せないといけないから3かな。いや、2、これ人、これやない、人乗せるんやったら。これかな。で、なるべく豪華に行こうか。で、多分これも一番高いやつ、これかな。これ、いけるっしょ。え、あー、やっぱダメなんだ。やっぱ3か。これでも、ギリギリだね。予算。いけるでしょ、いけるでしょ。あ、余裕、一発合格。来ました。これ嬉しいね。一発は嬉しいな。全部ええやつやからね。うん。でもコックピット色付けとかもういいや。この辺はいいかな。はい、じゃあ行きましょう。続いては、色付けじゃないね。格納庫を設置するやつやけどもいいや。めんどくさいんでこのまま行きましょう。で、次、色付けですね。はい、どん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 。で、上がっていって、これで、ああ、普通やな。普通だね。普通だ。まあ、色、どうしようかな。つけようかな。色ね。青にしとくか。黄色やし。なね、黄色か。まあ黄色をつけてあげましょう。いいね、遠くからこうできるからほんと楽にできる。はい。めちゃめちゃ簡単、お見事です。いいんですか、お見事で。さあこれで完成ですね。あ、中途半端やな。中途半端やな。黄色ですね。さあ一生懸命頑張ってますね。お仕事頑張ってください。僕の作った宇宙船、いや、ロケットが行くんですよ。人を乗せて、今度は人を乗せます。はあ、お願いしますよ。天気いいですか。いいね。ああ、全部よし。そうなんだよ、風も良くて温度湿度も良くて天気も良くないとロケットは発射できないということですね。結構いろいろ条件が整わないと難しいですね。はい、着火。そして冷やすからの、うおー、ロケットや。いきます、ロケット、いきます。もう色がひどい。あー、行ってますね。あー、人を乗せていきますよ今度は。よし、これで、あ、エンディングだ。ということでこれで終了です。はい、お疲れ様でした。さあということでアルテミスロケットビルドをやってみました。皆様いかがだったでしょうか。宇宙に関する授業は NASA との共同制作なので本物のしっかりとした内容でしたね。皆さんもぜひ宇宙の授業をしっかりと学びましょう。こちらはスイッチ版、 iOS、Android、Win10 版の PC、Xbox、PS4 でもできます。
それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。